お風呂ネタそうですねありますけどす、ね、お風呂ってさ両親だったりまあまあ男だったら母親、はい、もしくは父親と入ってたりって、はい、何歳までやってた僕はでもお父親と弟と一緒に結構入ってたんですよう、うん、でそれが多分僕が中学2年とか結構長いこと行ったね 2>, で2つしたんですけど小学,小学6年生とか、うん、まあ本当にたまにですけどたまに入ってましたねへ、うんうん、えーはい、俺ね 小さい頃はおふくろと入っててたのを覚えてんだよ親父はねそんなにそう一緒に入るっていうタイプじゃなくて入っても数回ぐらいしか覚えてないんだけどでもおふくろと入ってたのは小3になるかならないかぐらいなった時ぐらいかな、はい、に何か,かそろそろそういうの卒業しよっかっておふくろの方から言ってくれてでそれで「うん分かった」っつって言って一人で入るようになったな、はい、そっからは。は